どこだろう、なんかみんなまず外だよね、いつもなんか配電盤みたいなの壊してみたいな。やばい、このままでは不審者になってしまう。これか、あ、これだわ。何これ、イルミナティで、なんだっけこれか、ん、俺のパソコン、これか、何これ、2013-5449、左に流れてってんのかこれ。やばい、俺このタイプ苦手かも、マジで目が滑る。やばい、スマホ文字ちでかい勢にはきついぞこれ。あ、あった。0284、00、こうしてってみた方がいいな。02、わかりやすい、文字がでかくなる。0284、3998、9839、あれ？え、ちょ、3598なんだけど、やべえ。終わった。3598かよ。いや、俺ね、え？これ、一旦、離れるか。え、時間切れかな今の。ピーポーとか言って。俺、スマホの文字もね、マジででかいからな。特大まではいかないけど、大だからやっぱ俺の。PC の文字サイズも 140% ぐらいだった気がする。儲かってんすか？選べばボンネットサブカラーに行けるから、紫でちょっと早い車紹介できたらなっていう意味で売ったんすよ。 ATM に入れてます、お金。 ATM に入れてますね。外の、外すいません、あそこだけはちょっと抜かないでいただけると。新しい車買わないんですか？あ、俺そろそろ買おうと思ってますけど。え、ディーラーなんすか？ディーラーもやってるんですよ、実は。そのみや、へー。あんま興味なさそうだ。いや、でも近々、うん、ちょっと電気自動車買おうかなと思ってるんで。え、電気自動車買いましょうよ。反応いいっすね。やっぱ値段が高いからっすか、電気自動車。当たり前じゃないですか。隠さないんだ。そりゃそうですよ。環境にいいとかじゃないんすね。どうしたアーモンド、アザさん、じゃあ電話くださいよ、その宮に。まあちょっとその時いたらね、お願いしようかなとは思いますよ。いや、お願いしますよ。ちょっと連絡先交換しましょう。外堀梅がすごいっすね。いや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 、さすがにさすがに。まあちょっと僕も、うん、一期一会をやっぱ大事にしてるんで。そうですよね、今は行ったし、石宮かな、やっぱり。そういう、そういうこと、そういう意味ではなくて、やっぱあの、ここに来た時にやっぱ、まあちょっと出会った人から買おうかな。いや、電話かけてくれたらいつでもいますよ。じゃあ、あざーす。あ、ちょっと整形切ってもらいました？今日から、はい、切るんじゃないの、パシフィック。じゃあ、パシフィック、ちょっと何で乗ってくるんですか。じゃあ警察の方、周りに不審な人物が。え、パシフィックやんないの？パシフィックっすか。うん、まだちょっと早くないっすか。今日って何日目っすか。じゃあ7だったら、まあもうちょいあと。やばい、終わった。車1台もらってください。もらってもいいですか。まずい。シャガさんさ、ちょっと3000万ぐらい貸してくんない？
あ、全然全周囲でよければやっちゃいますね。1日3割増えてるから気をつけて。1日に3割聞いてないですけどね。消えるんだけど。ちょっとすいません、上で試乗してきてもいいですか。あ、全然いいですよ。1個しか使えねえよな。いい、車使えるの。これ、笹さんのやつ。え、おい笹、どこにおるんや、あいつは。まっつ、カーディーラーに警察来て車置いて逃げた。え、カーディーラーで車買ってたら警察来て逃げた。俺も手配されてて双方で逃げてる今。うわ、でもこれね、めっちゃ薬入ってんだよな。終わってる。終わってるよ。あ、もしもし、すいません、ちょっと大きい笹さん、今やばい、今やばい、今ね、下で警察待ち伏せてるから。あ、オッケーオッケー、ありがとうございます。ちょっと、はい、後で車取り行くんで、はい、ちょっと置きっぱにしていてもらっていいですか。いや、全然大丈夫です。でも請求が上がるので、その時請求もしていいですか。オッケーオッケーです。ちょっと多めで大丈夫なんで。オッケーです、そう。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、誰かお金を追加で貸してもらえないでしょうか。あ、いいよ。いいですか、先輩。いや、追加で3000万ほど振り込んでいただけないでしょうか。困っていて今とっても。いや、ちょっと待って、ぶっ殺すぎてくださいな、シンジってやつ特に含めて。ありがとうございます。これ倍にして返すんで。え、倍出張しに行くんで。いや、嘘嘘嘘嘘、すいません、嘘です。先輩、6000万円で返します。はい、きっちり耳揃えて倍で返すよ。え、やばい、ありがとうございます。笹さん、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。電気流さん、このネオン買ったの笹さんが一番初めてですよ。あ、マジっすか。この街で。そうなんですよ。いや、新しいオーナーになれて良かったですよ。いや、良かったです。おめでとうございます。本当に。いやいや、ありがとうございます。さっきもかくまってもらって。いやいや、全然全然あれぐらい。ウルカさんがアジトに来られたので、暇な方は。あ、今銀行終わったんで帰ります。そっち。じゃあちょっと奥で。面接って何すんの？そんな、え、そんなが。ガチガチ、俺もうマジ寝起きなんだけど、こんなガチガチな面接か、これ。寝起きは良くないですよ、面接に。面接はもう常に毎日が面接ですよ。あ、すいません。じゃあ失礼いたしました。じゃあちょっと俺外出ましょうか。な、いや、ボス。はい。俺が外で1対1の方がいいんじゃないですか。あ、そういうこと。そう、そう。アウン通知すご。そういうことね。どこに座るかわかるかね。私が上座、ウルカさんは下座です。下です。下です。これ、あ、よろしいでしょうか。あ、そうですよね。はい、手が上座ですね。私が座っている方が。あ、そうですよね。びっくりした、今焦った。こっち上座だっけと思って。いや、すいません、わかんないっす。座れね。君ははい、個人辞めるの。辞めます。辞めるんだ。辞めます。辞めて私たちのギャンに。ギャンに、はい、一生尽くす気があるのか。はい、辞める覚悟できました。君は、はい、君は現在面接中です。私の行動を怖がっている。始まってしまっています。怖がっている。うん、あ、私がなんかしちゃうんじゃないかって怖がっているかい。まあ、不死はありましたね。そうだね。不死はありましたね。不死はありました。不死は、その不死は、まあ、ありました。そうですね。今は
今は…今もありますか？いや、なんかちょっとタイミングが悪くて。タイミングが悪い。タイミング悪くて、今は全然なんですけど、はい、なんかカルビさんと初めてお話したの、お話っていうか、なんかなんていうの、第一印象が、はい、前回の VCR の時のお見合い時で、なんか僕がバイク出してたら後ろから聞かれて、それこそ聞いてるの、面接聞いてる、アジトの手前のところで、なんかギャングみてえな格好してんじゃねえよギャハハって言いながら、坂さんとカルビさんで笑いながら聞かれてって、でその次がアークの VCR で、なんかステゴオーサウルスを8時間のうちの4時間かな、4時間テイムした後にボドカさんと一緒にカルビさんが来て、ボドカがカルビお前やばいってみたいな感じで来たんで、そうやな、隣にいた時に、そうですね、ブカさんはすごいビビっている感じを出したよ。私は今私やばいことしてないですからね、何も。あ、そうなんですね。そう、いや、思いませんか、ちょっと昨日ぐらいからちょこちょこ一緒に出会いましたけど。そんなことない。私のこと信じれるか。信じます。いや、もしミスが起きてもカバーします。私が炎上しないようにしてくれるということか。そこはちょっと保証しかねますが。そこはちょっと保証しかねますが、頑張ります。仲間りはないです。そこはちょっと僕にはちょっと荷が重いかもしれない。円満に終了しそう。はい、一応喧嘩はしてないですね。アークの時と GTA の時はやばいやつだと思われてたみたいです。なるほど。ああ、間違いではないか。準備されてる。なんでラストは普通なんだろう。いいっすか、ボス。仲良くなれるか不安だけど、これから仲を紡いでいきましょう。証明できればいいっすよね。でも、ウヨカさんは私のことを信じてくれるみたいだから。うちのボス、はい、耐えられるか。うちのボスは耐えられるか。うちのボスに耐えられるか。信じられるか、うちのボスを。信じます。間違えしすぎだ。うちのギャングは4回まで同じミスは許されるから、はい。4回も。そう、4回もあったかもしれない。そうっすよね、ボス。あったかいな。4回はあったかいな。4回まで同じミスは許されるから。うちのボスは前に3回以上シートベルトで死ぬぞ。ほんまね、盛りすぎです、それは。でもそんなことない。今日は事故ってないですか。3回は餓死しますよね。今日1回3回は餓死しますよね。餓死はしてない。今日は仏の顔も超えるんだ、これ。ちょっと3回ミスしても許してください。お願いします。お願いします。はい、頑張ります。ゼロからですが。